いしょ。そうね。どうもいらっしゃい。違うね。ああ、なるほどね。あっ！ああ！すごい、誰を教えてくれた人。すごい、ありがとう。あと一個だよ。すげえ、トムクリンさんいらっしゃい、どうも。あと一個、あと一個。あと一個だよ。あと一個。どうもいらっしゃい、みんな。一個あと一個。え、じゃあもう一回戻ったらなんかあるかもしれないんだよね。臭そうなあれだな。あれだね。あ、なにあれ、なに、あ、やったー、やったー、やったー。やったー。苦しそうじゃないわ。あ、どうもありがとうございます。風鈴さん。安心できる素敵な、安心できる素敵な声の楽しい生主さんなんです。見に来てね。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、褒められちゃった。どうしようかな。アメちゃんでもあげようかな。くっさじゃないわ。交代自演落ちじゃないわ。いやー、知ってる人は知っている。トッシーさんがとても優しくて、とても純粋で、そしてもう太陽のように輝いてみんなを照らしているということを。あれ、これどこ、どう行けばいいの、これベースキャンプまで。ここでいいのかな。モテるって辛いね。何、知らないって怖いってのに。広告を見て信じてきてしまったことの、人のことを考えてないんです。いや、考えてるから広告をしてくれたのでしょう。さすがである。ここは反対だった。いや、ゴアバッグも全部見つけたから、いらないから、ゴアバッグ。よいしょ、よいしょ。遠い存在、シンタさんいらっしゃい、どうも。え、遠くないでしょ。こんばんは、どうも。みなさんいらっしゃい。トッシーさんです。ゴワゴワするって、ぶっ殺さんして、ぐちゃぐちゃに切り刻んで袋に詰めて空中に吊るすってことでよろしいかな。そういうことでよろしいかな。みんないらっしゃい。え、ちょっと待って、これ本当に、これどこから行くの、これ。ここ、ここ、早くやって。ほら、歯食いしばれ。
ぐちゃぐちゃぐちゃ。はい。あ、これか？違うな、どこだよ。ちちちちちちち。ね、地図あるのに迷ってる。地図あるけど、とても迷っているのだが。ここ？あ、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 ここをまっすぐ行きまして、で、右折をするのだな。で、まっすぐ行って右折ね、オッケー。もうこっちさ、速攻で分かっちゃった。こうまっすぐ行って、道字読めるから。はい、乾杯。ああ、そうそうそう、あのね、氷を作ってなくて、これで氷最後なのね。これで氷が最後だから、あのね、おかわりしようと思っても、思ったら、氷月をロックで飲むしかなくなっちゃうんだよね。ちょっとそれはね、ちょっとあれかなと思っているよ。なんて言ったの？え、わしなんて言った？おすすめの放送です。見に来てね。ありがとうございます。あ、そうそう、ストレートね。そうそうそう、ストレート。そうそう、ストレートとも言うね。そう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 。あったあった、オッケー。そうそうそう、ロックで飲んでるから、ストレートで飲むしかなくなっちゃうんだよ、氷がないから。病気じゃねえよ。すんで、あと？あと釣ってないところが？これこれこれ。え、言ってないよ。んで。これ全部 100%、100%、100%、83%。みんないらっしゃいと思う。こんばんは。トシーだよ。いや、でもね、なんか今、トシーさんね、ちょっと聞いてよ、聞いてよ。ちょっと聞いて聞いて、ねね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 ねあれ、何言おうとしたか忘れちゃったじゃないか。何言おうとしたか忘れちゃったじゃん。何だったかな。あ、そうそうそう、思い出した。そうそうそう。そうそうそう、そうそう、あのね。ちょっと聞いて聞いて。あ、これ、キノコハンターだって。キノコハンターだって、これ。すんでね、ちょっと聞いて、あのね。あれ。あれ、あれあれあれ。なんかね、この前、なんかリスナーさんに言われたんだけど、あのね、なんかわし初期の頃って、
なんか放送のスタイルが全然違ってたんですよ。要はなんか放送始めたばっかりの時ってなんか緊張もあったし、ちょっとなんかすご、なんていうの、ちょっとね、あの、ね、猫かぶりしてて、ちょっと可愛いを目指してたから、あのね、可愛い可愛い、もう大事にされたい願望があったから、ずっとね、猫かぶりしてたんだけど、してたんだけど、なんかね、その時のなんかね、放送がなんか残ってないんですかって聞かれたことがあって、なんか誰かなんか動画かなんかで初期の頃を知ってる人持ってないかな。なんか私もなんかそう言われてみるとどんなだったか自分でなんか思い出せなくて、ちょっと見てみたいなと思って。あ、ここか、ありがとうございます。喉にザリガニを飼っているおばあちゃん、おばあちゃんじゃねえよ、見に来てね、トッシー大好きさん、ありがとうございます。わしも大好きだよ。チュッチュッチュルルル、何年前じゃないわ、2年前ぐらい。わし今コミュニティね、2年と9ヶ月目だから、2年前ぐらいかな。2年前ぐらい。これどうやって行くんだっけ、これ。269コメサイヤさん。私今コミュニティもうちょっとで3年だよ。2年前の若かったとし。今も若いのだが。どう行けばいいのこれ。うおー、びっくりした。これあれだよね、トナカイでしょこれ。鹿か、トナカイこれ。どうやって、あーこれか、こうか。あー、わかった。あー、なるほどね。これ探すのってキノコと子作り放送ってなんだよ。キノコと、あれでしょ？なんか見つけるんでしょ？これ。で、キノコって言ったらもうここら辺にしかないんさ。やったら戻るんだね、後でね。とりあえずこピッてやって。あれ？で、こうやって、こうか。オッケー。キノコもすぐ見つかるかな。やった、これでジオキャッシュゲットで、死んで。あっ、やったー。ん？お寿司だと何が好き？中トロ。中トロが好きでーす。あとサーモン。サーモンが一番いいかな。手頃で美味しいし。でも一番好きなのは中トロかな。あ、キノコハンターさんありがとうございます。おすすめのザリガニですね。ザリガニじゃねえよ。ザリガニじゃねえよ。なんだよザリガニって。あとね、あれあれ、コリコリしてるやつね。粒貝。粒貝好き、粒貝。粒貝が好きです。ザリガニの匂いしないわ。サーモン好きはギャルが多い。何その理論。私別にギャルギャルしてないよ。私ギャルギャルはしてないと思うよ。多分知らんけど。知らんけど。縁側、うん、縁側美味しいよね。わかるわかる。
一番搾り先輩さん、ありがとうございます、広告。ちょっと30分枠なのにこんなに広告してもらって、なんかもうありがとうございます。リップサービスがいやらしい意味だと思ってた生放送主です。なんで知ってるの、それ。なんで知ってるんだよ。そうそう、なんかね、リップサービスってよく言うさ、なんかなんか言葉で、なんか褒めたり、なんかその人を褒めたり、なんかするのリップサービスとかってよく言うじゃないですか。私なんかそれ知らんかって、リップサービスってなんかその、お口でサービスするって、お口のサービスって思ってて。そう、それ知らんかって。で、なんかね、そのニュースで、なんか NHK かなんかのニュースで、なんかね、リップサービスのなんちゃらかんたらみたいな、リップサービスが行われたみたいな感じの話をがあって、どういうことと思って。それで調べたら、なんか違かったから、ちょっと驚いたという。まあまあ、そんなことがあったよ。いや、だからね、ほんとね、無知って怖いよ。ほんとに無知ってね、怖いよ。頭悪いってね。頭が悪いってほんとに恐ろしいからね、多少は勉強しないとダメだなと思った。よいしょ。てか、なんか、なんでそんなこと知ってるの？私、一回しか放送で言ったことないよね、これ。よく見てたね、それ。よいしょ。あ、どうもいらっしゃい。何回か言ったっけ？じゃ、2回ぐらい言ったんじゃん。そんなに言ってないよね、これ。死んだ子どうすんのこれ。これ降りて。おーい、戻ってどうするんだよー。よし。ちょっと待って、あれ？ビューっと行って。ゆっと、ゆっと。行こうか。雨の日におしっこ漏らしたの隠しとそういうのバラすのやめてくれる？もうなんなの？そういうことをバラすな、ハゲが。言ってねえよ。しかもコミュゲンで言ったんだろうが、ハゲが普通の放送でバラすんじゃねえよ。もううるさいうるさい、もう黙ってください。何歳の時に漏らしたの？半年前。
1枚ぐらいだよね。とりあえずね、そのマンションの中にある、マンションの中にある、あのトイレまでは間に合ったんですけど、トイレ開けて、あの、座る前にジョボジョボって出ちゃって。ほんで、なんか、で、その時ね、超大雨で、で、トイレがね、とりあえずトイレがちょっとビチャビチャになったから、綺麗にして、で、部屋まで戻るのに、管理人にすれ違ったんですけど、雨で、めっちゃ雨すごかったから、すごい雨でビチャビチャになっちゃいましたみたいな、雨で濡れてビチャビチャですみたいな、ふりをしたっていうね。まあ。しょうがないでしょ。うるさいな、もう。もうちゃんと綺麗にしたんだからいいだろうが。年取るとじゃないよ。ちょっと早くキノコ見つけてよ、キノコ。キノコ見つけ、あ、キノコじゃないこれ。あったー。ほら、キノコ。あと2個。あと2個、キノコ。早く見つけて、キノコ。よし。キノコ好きでしょ、じゃないから。キノコ。雨なのに湯気出てたらして、湯気なんて出てないわ。いやでも本当に雨でビシャビシャだ、まあ、ビシャビシャまで行ってなかったけど、雨で結構割と、濡れてたんだよ。すごかったから雨。間違いなこれ。で、まあ、とりあえず、なんかその当時の放送を自分でもちょっと見てみたいなって思うから、誰かなんか動画かなんかで持ってる人いないかなって思っているんだけど、いないよね。さすがに。話をうまく戻したぜ。みんなオッケー、何が？まあ、匂いでわかるんですけどじゃないわ。ないね。検尿コップじゃないわ。漏らした。忘れていいよ、それこそ。ないね。これないんだけど。2年前の時世。当時を再現しません。キノコも探してって、マジで、キノコ。ちょっとみんな探してよ、キノコ。ほら、そことか言って。キ
キノコキノコ、あ、あれか、あれっぽいあれっぽい、やったー、あと1個、はい、あと1個だよ。本当にあった、本当にあった。ポロンじゃないわ。キノコキノコ、キノコキノコ、しめじがいっぱいね、え、しめじだらけだね。俺のしめじじゃないわ。使わないわ、別に。握りつぶすわ。新しいやっちゃった話？新しいやっちゃった話？いや、なんもないよ、別に。やっちゃった話なんて。別になんかもう大した話じゃないよ。いや、なんか最近ちょっと恥ずかしかったのは、そのお客さん、確実に自分、なんていうの、その前日に会って、それなんか、まあなんていうの、1対1じゃなくて、なんか会議形式で打ち合わせをしたお客さんの一人なんだけど、その人と、駅で、会って、お世話になります、みたいな感じで、挨拶したら、お前誰？みたいに、キョトンとされて、なんか無言でどっか行っちゃって悲しかったぐらい。いや、だから私はすごいそこまで印象がなかったってことなんだなぁと思って。なんかそう、ほんとなんか悲しかったわ。違うわ。そんなもんしかないよ、ちょっと恥ずかしかったのなんて。いや、でもほんとなんかひどくない？なんか前日に、打ち合わせした人なのに、名刺ももらってね。それなのに、みたいな顔されて、人違いだよみたいな感じでどっか行っちゃったから、悲しかったよ、ほんと。普通にあったあった、キノコ、やった、オッケー。文字が間違えてる。ほんとにマジか、文字が間違ってたのか。文字が間違ってたの、もしかして。え、マジで。嘘、そんなことないと思うけどな。え、マジで。マジか。え、はい、乾杯。相手怖かった。え、詐欺師だと思われたかな。なんかいきなり話しかけてきてってこと？よいしょ。双子の可能性？そうだよね。そういうことも考えられるよね。宗教の場合だ。あっ！間違った。82% だから。失禁に人違いの僕、失禁とか言うな。宗教の関与。639コメさん、偉いさん。絵画売り。でもね、なんか玄関に立って、次枠行きまーす。はーい。